のじゃ、ミカトよ。今の呼び止め方は突如敵が現れたかのようじゃの。この道を通りたくばわしを倒していけというやつじゃな。よし、私らはウーババとミカトの毛とを眺めているとしよう。骨は拾ってやるぞ。存分に戦え。いざ尋常に勝負。誰が戦うかバカ者、そういうやつにはくらえ、ババア剣、そしてババア脚。勝負あり、勝者ウババ。どうなる、100年早いわ。バーン。さらりと無視していくな、辛いじゃろうが。まったくじゃ。最近の子供はゴミのツーの字も知らんのじゃな、まったく。おお、そうじゃ、先ほどお前が何やら楽器を吹いているのを見かけてな。この私の声のように可愛らしい音じゃったわ。ダミ声が何を言うとる。あの音は私の声に似てなかったか。そういうこと言ってるやつにはくらえ、ババア頭突き、そしてババア投げ。ふえ、というのはな、一曲吹いて聞かせてくれと言おうと思っただけなのじゃ。かまわぬよ、下手は下手なりに味がある。私らは音楽をかじっておったからな、その辺のことは分かっておるのじゃ。そうとも、私たちの若い頃は美人歌の歌手とその他一名として大活躍だったのじゃよ。誰がその他一名じゃ。私も若い頃は美人だった。いや違う、今も美女じゃが昔もイケてたわ。ウーババは今の方がマシじゃぞ。ありないがの。だからお湯だたも私たちを選んだのじゃ。いや、正確には私を。お湯だたが選んだのは私一人じゃ。勘違いするな。何を言っておるか。お湯だたの心を射止めたのはこの私じゃろうが。この美声を使って落としたんじゃぞ。長老のことじゃ。やつをめぐって美人歌手とその他二人で四角関係になったのじゃ。いわゆる青い春というやつじゃよ。
少し聞かせてやろう。ウババミババヒババから上手くなると言い続けて、はや10年。いいとも、何かわかったら教えてやろう。やめた方がいいわよ。父牛に触ろうとするとママ母が怒っちゃうから。私もママ母に認められるまで大変だったのよ。父牛に触ることもできなかった。数年前、カムイコタンの自然に突然異変が起こり始めたの。森の木々が腐り落ち、動物たちが次々と死んでいったわ。巫女だった私のお母様は異変の源である魔を断つために戦いの旅に出たの。父牛を持ってね。だけどお母様は戦いに敗れ息絶えてしまった。そしてそれを助けるために後を追っていったお父様も殺されてしまったことが分かった。絶望したわ。両親を一度に失ってしまったんだから。しかも巫女の後継者として私も戦いの度に
なくっちゃいけなくなった。もちろん自然は守りたかったし、お父様とお母様からそのために必要な戦う術も教わっていた。だけど私は戦うことが怖かった。そんな時、私の前にママ母が現れたの。その足には地中師がつかまれていた。ママ母は私の前に地中師を置いた。だけどそれに触ろうとすると私に攻撃してきた。まだ私は本当の後継者じゃない。まだ何かが足りない。そう言っているように感じたわ。だけど何が足りないのかわからなかったの。その時ママ母が私を森の奥へと導いていった。自然は魔の影響によって徐々に破壊されていった。でもそれに動物たちが必死に立ち向かっていたの。みんなで力を合わせて進んでくる森の腐敗を食い止めるために、私には大自然の声が、戦う命の声が聞こえた。だから私は思ったわ。自分を犠牲にするかもしれないけど戦おうって。私が戦う決心をした時、ママ母が地中師を持って飛んできてくれた。それで私はママ母に認められたと思ったわ。でもね、ただ一つ今でもわからないことがあるの。その時ママ母が悲しそうな声で泣いたこと、それがどうしてなのか今でもわからない。私も認めてもらうまで何度もママ母につつかれたのよ。だから帝も地中師に触るときは気をつけて。くちばしや爪でやられちゃうよ。帝はママ母が怖い？これからね、ママ母と一緒にお使いに行ってもらおうと思ってたの。でも私はついていけないの。帝一人で行ってもらいたいのよ。それじゃあ途中まで一緒に行きましょう。おいで、ママ母。ママ母が進むべき道を教えてくれるわ。恋のする方に歩いていけばちゃんと頂上まで行けるから。
味方ならできるわ。諦めないレミカとママ母を信じて、私もあなたならできるって信じてるから。怒ったりしないわ、大丈夫。頑張ってね。